ゆっくり文庫番外編選択について。こんばんは、ゆっくり文庫です。今夜は3周年記念として適当に雑談します。ほらマリサ、始まったよ。ゆっくり文庫を支える大女優のマリサさん。むきん。どうして私の主演作はこんなに減ったのさ。いやー、他の劇団員も実力つけてきたからさ。何でもかんでもマリサに頼む時代は終わったんだよ。終わった。いいえ、スターは永遠よ。そうでしょ。はぁ、私はノーマゼズモンと、何万人ものファンが私の帰りを待ってる。はぁ、マックス、これはどのシーンなの。宮殿の階段だよ。誰？そうだったわ。開花には王女を待つ者たちが。いいわよ。照明、カメラ、アクション。カットカットカット。なんだよもう、サンセット大通りを知らんのか。1950年の映画だぞ。映画ファンなら基本だろ。映画マニアの基本だね。なんてこった。それにサンセット大通りをやるにしても、マリサはノーマのイメージじゃないな。もうちょい年取ってからだね。無茶言うなよ。ゆっくり文庫で配役するなら、こんな感じかな。往年の大女優が八坂かな子って、東宝ファンしか通じないぞ。最近、東宝ネタが多くないか。そうかな。お手の話のお手役を下ろされた。あれはモコウとケイネがハマりだったから。父カエルの健一郎役も私だったのに。役も一家と白玉郎の結束にはかなわない。ま、東宝を知らなくて困ることはないっしょ。そうは言ってもな。でもさ、こうやって配役を考えるの楽しいよね。実際に制作しなくても。制作しないの？だって映画を見ればいいじゃん。ゆっくり文庫でアレンジする余地はない？ないこともない。やるならノーマをめぐる男たちの対立を強調したい。監督は過去の責任からずっと夢を上演し、脚本家は現在の経緯から終止符を打とうとする。いいじゃん、それで作ろうよ。そうポンポン作れない。この3年でできることが増えた分、制作時間がやばいことになった。何を作るか、選択しなきゃならん。それがテーマなのか。ま、ゆっくり文庫は100冊あたりで完結かな。それは決定事項？いや、漠然とした話。飽きちゃった？飽きてないし、辞める理由もないけど、これといった目標もないんだよ。うむむ。でさ、ミステリーが意外と人気で驚いてる。一回見たら終わりと思ってたもんな。そういやポワロは作らないの？ポワロは全編映像化されてるじゃん。それを言ったらホームズだって。あ、そうそう、この間スズメバチの巣を読んだけど、全然違うじゃん。全然違うってことはないだろ。天ぷらにおしんこつけたくらいのアレンジだ。そうかな。どれとは言わないが、ひっくり返るほどアレンジされた作品もある。あ、これは言っておこう。ゆっくり文庫は原作を知ってる方が楽しめる。可能な限り、原作を読んでから見てほしい。それは難しいな。ゆっくり文庫でイメージをつかんでからの方が読みやすいし。気持ちはわかるが、原作から妄想する能力も大事だぞ。その能力はなくても困らない。話を戻すと、ミステリーを充実させると、文学や童話が減ってしまう。それはいかん。いろいろあってこそのゆっくり文庫だから。個人的には童話系が好きなんだけど、あんまり好評じゃない？いや、ちゃんと需要あるぞ。文学系も続けるんでしょ？中編、長編に手を広げるか悩みどころ。サンテグジュペリの夜間飛行とか、ジョージ・オーウェルの1984とか、いいじゃん。マリサは読んだ？読んでないけど楽しみ。それじゃホームズは後回しで、ダメだ。
あと SF もやりたいねー。ウェルズとか、ディックとか。やろうやろう。でもフランケンシュタインと RUR を作ってる最中なんだよねー。やろうやろう。んで、行き詰まってるのは女優文学。女優文学？樋口一葉の闇桜とか、吉屋信子の花物語とか。知らないな。曖昧なところを妄想補完すると、風味が飛んじゃうんだよ。ウプ主は男性だからね。それを言われると返す言葉もない？主観的、叙情的な作品は、ゆっくり文庫に向かないのかも。苦手なら後回しだ。苦手な食材にチャレンジするからいろいろ学ぶんだよ。料理に例えるのはいいな。何を今さら。ここは料亭だよ。それじゃ古い映画をまた扱ってほしい。検察側の証人や、自転車泥棒はやってみたい？おお、映画の基本。ローマの休日や、34丁目の奇跡もいいよね。いいねいいね。でもゆっくり文庫で表現できるの？わからない。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドも、作ってる時は面白いかどうかわからなかった。自分で判断できないってやつか。やってみたいものとしては特別編。何それ？特定の原作を持たない、オリジナルの解説ドラマ。小泉節の微笑みと、フェラーズの桜を制作中。へぇ。と、夢は膨らむけど、使える時間は限られてる？何をして、何をしないか選択しないと。もしもし。何何？収録中断します。どういうこと？おいおいおい、随分投稿が空いちゃったぞ。それなんだがね、ちょいと説明しておきたい。ウプ主と変わる。ウプ主です。やや、これはどうも。どうも。何かあったんですか？実は、嫁さんが癌を患いまして、手術や抗がん剤治療で、大変なんです。それはその、大変ですね。本当に大変です。大丈夫なんですか？暮らしは安定しました。投稿を再開しますが、ペースは落ちます。それはその、大変ですね。ウプ主から皆さんへ。人生、何が起こるかわかりません。やりたいことがあるなら、今すぐ取り掛かってください。以上です。重い話だった。ありふれた話さ。この件はこれでおしまいね。しかし、ウプ主のことより自分の選択を心配してください。何をして、何をしないか。そうそう、その話。使える時間は減ったけど、100冊目指して頑張ってみる。何か手伝えるといいんだけど。手伝うくらいなら自分の動画を作ってくれ。そういうことじゃなくて。それなら感想ツイートが嬉しい。くじけそうな時、何度か背中を押してもらった。あ、ちょっと聞いてくれ。何？ゆっくりワイドショーで紹介されたら、コメントやツイートが一気に増えたんだ。ありがたいことだ。それで気づいたんだけど、ゆっくり文庫ってマイナーなんだな。そりゃそうだろ。いやさ、ゆっくりで文学を楽しむ人は少ないから、視聴者はもう増えないって思ってた。ひょっとしたら、まだ伸びるのかもしれない。伸びるさ。それじゃ、何したらいい？コミュニティとか作った方がいいの？それより YouTube にチャンネルを開設したら？YouTube には、誤字などを修正した再編集版を投稿したいんだけど、その分、また新作が滞ると？やっぱり考えるのめどい。選択がテーマなのに、何も選んでないな。いや、選択したよ。何を？それは今後の活動でわかる。なるほど。さて、今回はこんなところかな。それじゃ今年もあれ、やろうよ。
めどいから生薬。ないか。ゆっくり文庫の投稿ペース、ぐっと遅くなるけど。ゆっくりしていってね。ご視聴ありがとうございました。